瀬尾は、岡山県岡山市南区にある、広域地区である。旧、筑波郡、瀬尾町に相当し、現在は、瀬尾地域センター管内にあたる。また、共助地域センター管内に属する、東矢瀬周辺も、瀬尾駅が立地することなどから、瀬尾地区とされることがある。この項目では、瀬尾地域センター管内全域、及び共助地域センター管内のうち、瀬尾駅周辺について記述する。 また、宮古堺郡、筑母郡、瀬尾町、およびその前身である瀬尾村についても述べる。岡山市南区役所、瀬尾地域センターが管轄する南区、瀬尾、美三島が該当地域となっている。かつては筑母郡、瀬尾町であったが、1971年3月8日に岡山市へ編入合併された。宇野線はかつて右高連絡線との接続路線として、 栄えたが、現在は、瀬戸大橋線として、香川県と岡山方面の通勤路線となっている。また、国道2号や小島線など市街地に直結する道路も、多数通行している。これにより瀬尾は、岡山市街のベッドタウンとしての役割を担っており、瀬尾駅周辺では近年特にマンションの建設が、盛んである。また、国道2号岡山バイパスが地域内を通行している、ことから、 ロードサイド店舗も複数立地している。北部は河口岸からなる丘陵地で、それ以外の地区は干拓地となっている。丘陵地は古くから里山に利用されてきた。干拓地には溜池が多数存在する。かつては備中国東軍、瀬尾村であった。地名は樹永年間に干拓地である当地に用水を引いた瀬尾金康に由来している。小島湾干拓事業前は、 現在の早島町域等を含む島の東部に位置する地域で住民は漁業で生計を立てていた。現在の美の島付近は干潟であり、地区の北にある山の中でいくつかの貝塚が発見されている。江戸時代に当地を治めていた戸川市の陣屋も存在した岡山市南区役所の出先機関である瀬尾地域センターが岡山市南区美の島に存在し、 戸籍関係等一般の業務を扱う総務民生課が置かれている。政令市以降前までは岡山市役所、瀬尾市所が置かれ土木、農林を扱う産業建設課の業務も行っていたが、現在は南区役所で行われている。瀬尾駅瀬戸大橋線の快速マリンライナーが停車する瀬尾駅があり、道駅周辺に丸中などの商業施設や郵便局といった施設が立地し、 西欧地区の中心地区となっている、三島地区に、備中三島駅も存在するが、こちらは普通列車しか停車しない、無人駅である。地区内に、国道2号岡山バイパスが通行している。また、岡山市街地と小島方面を結ぶ、主要地方道の岡山県道21号岡山、小島線も、交通量が多い。西欧町に関するカテゴリー、ありがとうございます。